奇跡が起きた。ちょっと待って待って待って。いや、5100だったんだけど、適当に、いきなりノーヒントで開けられるわけがないって言おうと言いかけたら、こんなことあっていいの？ミラクル。ただ今、覚えていたって書いてあったから、実は何を入力しても開いたのかもしれないね。わかんないけど。ゲームキャラクターも、あーって言ってるよ。やっちゃったみたいな。番号なんて、私が知っているはずが。なんでここは私の部屋じゃない？私じゃない。私じゃ。やっぱ、何でも開いたのかもしんないね。さすがにそうでしょ、いくらなんだよ。びっくりしちゃった、今。お人です、よっしゃい。日記には、文字が書かれている。稚拙でしょ？読めた読めた、心では。私にもう一人妹か弟ができるみたい。弟より妹がいいな。名前は、この前お母さんと一緒に決めた月子がいい。月の子。綺麗な名前だと思うの。そしてその後、やはり月と書いてライトと読ませることにした。計画通り。誰ですか？私はそんな人知りません。月子を心配しているだろうか？は？月子を心配しているだろうか？どういう意味です？え？顔がちょっとずつ整形されてきている？初見じゃないけど初見いらっしゃい。コアスイングボンバーデラックスなんだけど、何このゲーム。整形、形成じゃね？この生放送を通してね、熊さんのね、この日本語力がアップしていく。みんなありがとう。思い出しつつあるのか、何なんだろうね。じゃあ続いてここだな。ここも壊せるでしょ。27歳、俺の年齢。ちょっと意味がわかんない。鍵の開くような音がした？妹は元気でしょうか？丸い夢をした可愛い子でした。何でもいいんでしょう。月の絵の横に俳句が書かれている。霜月の夜長に映る希望かな。馬の心ですって。これと似た絵がどこかに飾られた気がする。確かに飾られてたな。このもう一個似た絵を見ればヒントが書いてあったんだろうけど、それが27なの？もう用はない！え、ガチで合ってたの？え、合ってたの？え、ミラクル？ガチで合ってたの？そんなミラクルあっていいの？ちょっと待って待って。純粋に俺の誕生日の27歳って入れただけだよ。ちょっと待って、見に行こう。確か、そう、達筆な人の部屋にあった気がする。さすがに1個前のやつは何でもよかったと思うんだ。ノーヒントだったから。ただ、これは、ヒントがあるから、ガチで偶然当たったっぽい。奇跡が起きた。
すごいね。00を合わせれば100分の1の確率を、たまたま俺は25歳だからって当てたってことだよね。本物の奇跡？ちょっと待って、ウケるんだけど。ゲー、ちょっとツイートしてくるわ。ゲームの暗証番号を適当に入れたら、まさかの奇跡で一発解除。いや、マジ神回なんだけど。今年の運使い切った。まあ今年も終わりだからいいけどさ。いや、びっくりした。マジビビったんだけど、こんなことってある？あれ？この部屋にいなかったっけ？あの絵って。この部屋だと思ってた。ゲームからの誕生日プレゼント。素敵なこと言うね。こんなことある？マジバビったんだけど。あ、テレビの部屋か。いや、びっくりした。びっくりした。こっちもびっくりはいらない。おい。いや、今年の年末ジャンプ買ってください。本当だよね。てか、むしろ、年末ジャンプを当てろよ。今年だって7億円だっけ？年末ジャンボ。そっちを当ててほしいよね。びっくりした、今。いやー、もったいねえな。運の使いどころ間違ってるでしょ、確実に。ずっと、ジャンボ買ってるけど。いつも300円しか当たりません。あった、絵が。おおほほほほ。まあ、やって。心臓に悪かとうね。霜月の夜だって。霜月は確か11月のことだったような。んで？希望の夜ですって。希望は重量級とも呼ぶから、ほんとだ！ 11 たす16で27。すごい、ほんとに奇跡が起きたんだ。ほんとに偶然奇跡で27だったんだ。27歳おめでとう、俺。10日ほど前、11日前に27歳になりました。おめでとう、初見、りょうかさんいらっしゃい。おめでとう、おめでとう、ありがとう。お姉様。いざ、よい。まだ違う。小見さんからありがとうございます。段ボールだ。中は特に使えそうなものはない。段ボールだ。中は特に使えそうなものはない。なんとかがついたローブが入ってる。ロープ、このロープ、おー、しょい、このロープで、あそこに引っ掛けて出るってことだ。ああ、ここにいるのは誰なんですか？鍵爪ね。鍵爪だと思っていた、内心。私は。誕生日おめでとう。おー！違う。私は、かな子なんかじゃない。嫌 だ。近寄らないでください。みんな嘘をついているんです。誰なんです、あなたは。あなたもどうせ嘘を。あの人みたいに私にひどいことをするんでしょう。あの人って誰？私はそんな人を知ってるはずがないんです。なのに。あの子がいるんです。逃げられないんです。あの子か。おお、なんかエフェクトが超パワーアップしてるよ。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。
スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。この動画のシリーズを全部見たい方はこちらをクリック。他の動画シリーズはこの後表示されます。これからもシャゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。まずはゲーム実況、 YouTube 限定に撮ったゲーム実況動画を投稿しております。続いてビデオブログ、いろんなものを食べたり様々な商品のレビューを行っております。最後にニコ生アーカイブ、気になった雑談放送やニコ生でやったゲーム実況放送を動画にして投稿しております。その他にもいろんな人とコラボした動画や、私シャケドリクマグロとタケ、赤髪の友ペイントの4人でやっているスーパーフラットのゲーム実況、そして YouTube でやった公式番組の動画などもありますので、よかったら全部チェックしてみてね。たまらんなー。